Ladies and gentlemen, Hyacinth Movie Starts, man! トルちゃんです。あ、もう撮ってるやん。今日はハイが、前回よりハイが出てます。タラちゃんです。タラちゃんです。はい、どうも、アシです。YouTube とかわかんないっすよ、僕、童貞だから。そっかそっか、忘れてた。ちょっとパチン高3までディズニーランドのホンデッドマンションはいかがわしいことをする場所だと思ってました。ソラです。お願いします。お願いします。ちょっと考えさせて。そんなそんななんかこう鋭角で来られたらちょっと答えにくなるわ。次に暗がりでカップルがキスするとこやと思ってたからな。ここガチっすか？高3ぐらい。ガチっすか？ほんまほんま。小学校5年生まで子供はキスすると思ったら生まれてくると思ってました。配信です。お願いします。わかるで。俺も図書館でキスしてる友達に妊娠するよ子供できるよ。幼稚園の時ぐらいに、なんか軽いノリで、女の子と多分キスしたことあるんですよ、しばらくしてから、あ、結構やばいことしたんかもなみたいな、妊娠してるから大丈夫かなってちょっと心配になった時期ありました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕はあれですよ、我慢汁がついた手で手間したら妊娠すると思ってましたからね、高校3年生の時に。え、一回空気触れたら大丈夫なの？そう、空気に触れたら大丈夫なんやけど、心配になって先輩後輩友達にめっちゃ相談してもうて、で妊娠せんかったごめんなさい。え、でも童貞やのに手間したことあるんや。あかんあかん、今のあかん今のどっちの設定に言うなってというわけで、今年の4月22年になる僕と、今年の5月で25年になる大先輩のソラ君と、今日はですね、こちらの剣を使って気配斬りをやっていきたいと思います。これね、勘違いしちゃうよね。これ最初に見た時ほんま大丈夫って。長さで言うとまあ俺の次ぐらいやけど、これが限界かな。一番ビンビンだって一番いや、童貞だからって下ネタ言ってた。確かにな。というわけでですね、今回気配斬りするわけなんですけども、3回戦して罰は必要やな。そう、罰は必要じゃないと本気になられへんから。童貞ってそういう生き物や。せやせやで。そうでしょ。せやで。いや、童貞っていつだって本気なんだけどね、全ての事柄に。確かにね、確かに。逆に全ての事柄に対して本気すぎて空回るっていう。本当にだから喧嘩になっちゃうように気をつけないとね。確かに。今回罰ゲーム、一番じゃあ童貞にとって何が辛いんやろっていう、何を奪ったら辛いんやろって考えた時に、一人ですることやと思う。あー、せやな、それ一番きついわ。で、今回負けた方は1週間。いや、3本なんでその3を1週間、オナの禁止です。ガチ、これ結構ガチ、ちゃんと結構ガチでね、ちゃんと報告するわ。毎日報告、毎日したかしないか報告。オッケー。だし俺同居人いるから。確かに確かに。したらバレんねん。僕はもう絶対、もう絶対しないです。毎日してないって送って。神に神に誓って。女の子知らないと思うけど、1週間で結構きついからね。3日我慢したらパンパン。ねねね、3日我慢したらパンパン。なんならちょっと金玉痛なってくるもん。そう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 。で、抜いた後もちょっと痛くて。わかる、痛い、わかる。食べ過ぎると抜いた後痛くなんで。ってぐらい体に重症やのに。そう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 。命がけだよね。結構ほんまに今後の生命に関わる。関わるよ。俺の子孫繁栄。子孫繁栄。パンパンすぎて爆発するかもしれない。来るから。心配やな。1週間ね。心配な、1週間ね、負けた。勝ちゃいいから。勝ちゃいいから。そうそう。え、これもう先に当てた方が勝ちだっけ？そうっすね、先に当てた方が勝ち。オッケーオッケー、やろうぜ。3番勝負で2本勝った方が勝ちか。なるほどな。もう2本目で分かってまうんや。1週間ます。そうっすね。うん、やろや、やろや、やろや、展開おもろ、やろや、やろや。おお、え、すごできた。え、ノイキャンすごできてるわ。一気に宇宙なんですけど。ぶち殺してやれよ。友達を殴ることに抵抗があるよ。 AirPods Pro のノイズキャンセリングとマスクで目を隠しました。2枚使ってね。こっからちょっとソラ君の同居人のルカ君に回してもろて、よーいドンだけ大声で言ってもらっていいですか？はい、じゃあ回しますね。はい。あー、もう分かった。よーい、ドン。
マジでお腹筋やだ。ちょっと待ってね、ちょっと待って、一旦ちょっと、それくんストップ、それくん、そのまま、そのまま。スタート。勝者、トラ君。よし。いいぞ。なんでやねん。なんか僕一回コース外に行きました。ここいた。やばい。ここいた。なんでそこ行けんだよ。これやばいっすね。これやばいね。追い詰めたね。めっちゃおもろいね。めっちゃおもろいっすよね。めっちゃおもろいわ。じゃあ2回戦。2回戦行きますか。はい、絶対お泣きんや。絶対や。じゃあ回します。はい。はい、よーい、スタート。はい、終わり。勝者。ちょっと待って。え、地味。勝者はソラ君です。でしょ、でしょってなるんだよ。で、2回が今終わったわけじゃないですか。じゃあ次行きますか。いや、待て、おまきん決定。いや、でもほら、泣きの、あ、泣きのやつな。泣きの1回、泣きのやつ。これ勝ったら僕の勝ちで。おかしくない。おかしくない。でも完全にこれもうマスターしてるわ。マスターしてる、完全に。これで負けたら本当に完全におなきんで。いや、もう僕が本当これで負けたらおなきんで、おなきん確定で。カモン、回します。はーい。毎回俺からなんだよ。ちょっとビデオ判定したい。ビデオ判定します。一回ちょっとビデオ判定して。一回ビデオ判定見ます。同時。これやと思うんだけどな。まあ、ほんと俺の家での楽しみオナニーだ。わかんねえ。これも一緒や。延長。じゃあちょっとビデオ判定のせい、ちょっとそれでも分からへんかったんで。カット一試合。紙試合すぎた。やります、うん。延長戦。はい。回しまーす。はい。あ、次は力先だ。
に関しては、もう文句なしにソラ君の、綺麗に切ったよね。ソラ君の勝ちですね。ガチ？ガチでしょ。飛び込んだ先にいたもんね。パーン！マジか、マジか。やばっと思ってすぐやり返した。あかん。一回もクリティカルで切れてないよ、怪しい。うん、確かに。気配切り最弱王決定戦してほしいわ。ちなみに僕、前のグループの時は1位でした。まマジで？マジで？マジで？結構自信あって、堂々と、いや、1週間かなとかやってるけど、マジストレート負けした。えぐい。僕、じゃあ選手と宣誓しておきます。なるほど。私、林は、今から、動画を上げてからかな、動画を上げてから1週間、動画を上げてから1週間にわたりお泣きにすることをここに誓います。えらい、素晴らしい。僕は毎日童貞厳選の素晴らしいズリネタを毎日送ることを先生にいたします。それは拷問やな。めっちゃムラムラする写真とかめっちゃ送る。あざした、あざした。